社会人サークルやっているおしゃれグルメ会の石井です。まあ今、またね雨が降ってきました、やっぱり梅雨時期ですね。早く梅雨が明けてほしいですよね。今回の紹介するところは、まあ、新宿で変わった店があったので紹介します。まあ、以前、一度だけ開催して人気だったゴシップというお店です。これはちょっと歌舞伎町の方にあるお店なんですけども、これゴシップってお店で、ちょっとエンターテインメントみたいなショーのあるお店です。フレアショーとマジックショーがあったお店で、フレアショーって皆さんご存知ですか？ちょっとカクテル、これですね、カクテルパフォーマンス、お兄さんこうカクテル持ってパフォーマンスするのと、あとこっちはマジックショーですね。30人ぐらいの部屋でしたけども非常に盛り上がりました。料理も美味しくてね、結構皆さん満足して帰っていただきました。多分こちらのフレアショーあんまり見たことがない人がね多いと思いますので、ぜひ一度、まあ、この秋とか冬とかできればやりたいなと思いますので、希望者があればねおしゃれグルメ会でアクセスしていただいて、ぜひ、申し込みとかのリクエストしていただければと思います。40代50代のあなた、このチャンスをねお見逃しなく、ぜひお待ちしております。きっといい、素敵なお店とあと素敵な出会いもね必ずあると思いますので、ぜひ、一度お待ちしております。ぜひ、リクエストともに、何でもおしゃれグルメのアクセスホームページにアクセスしていただいて連絡お待ちしています。よろしくお願いします。石井でした。